ペスパ、前の由来書いてあるよね。なんて書いてあるんですか。名前の由来はですね、デザイナー2人の名前の一部を合わせたもの。でもエルメスっていろんな名前の由来ってあるよね。はい、これの場合だと、はい、例えば野村監督と斉藤で、はい、野村さん。こんにちは。今日はエルメスのベスパ、こんな角袖があるんですけど、これの修復方法を聞いていきたいと思います。教えてください。はい、まずあの全部同じ濃度でやらないってこと、まず一つ。お化粧と一緒ですね。お化粧と一緒だから、この色褪せたところと状態のいいところをうまくこう濃度が高いの、濃度が濃いものと低いもの、で濃度の濃いものはこういう色褪せたところに事前に刺すように入れて、でこういう淡いところは軽く補色で、全体的にはあの薄く全体的に補色する。塗らないところもあったりします。そういうことだよね。はい、全部塗るわけじゃないです。全部塗るとおかしくなっちゃうよね、せっかくのエルメスがね。素材は防エプソンですか。そう、防エプソン、だからこの脂肪を極力生かさなくちゃいけない、ね。はい、脂肪を消しちゃった。防エプソンなんですけど、こう見ると、防グレネクシュベル、この辺りも近いかなと思うんですけど、でもこういうそんなこと言うと、これトリオンクレマンスもはもうちょっとマットですね。もうちょっとあの溝が深いよね。そうするとね、もうちょっと柔らかい感じがすると思います。もういろいろたくさんあるよね、種類がね、素材がいっぱいあります。似てる、どれもなんか似てるような感じだけど、よく見ると違うよね、エルメスは。これが何個仕上げても飽きない、飽きないですよね。状態が違う、素材も違う、色が同じでも微妙に経年変化で違う。だから全てやり方が違う、ということで、これも頑張って直していきましょう。オチは何にします？オチ開いたページの名言読んで終わりますか。パッと開いたページの名言を読んで終わろうと思います、今日は。はい、物事は自分の思いにはならない。少しぐらいのことは黙って耐え忍ぶように心がけよう。無言というありがたい贈り物を身につけるように努力せよ。自分のタバコは息に吸い込んで、人に向かって煙を吹き出さないようにする。こうすれば自分の愚痴や煙やすすで人を悩ませないで済む。ウィリアム・オスラー。今日の一言やね。はい、では川修復.com。